じゃあ始めます。はい、お願いします、はい、じゃあ今日は皆さんに、産物源についてお話をさせていただきます。この産物源といいますのは、これ有名な、お勤めの内容でありまして、今浄土宗でもですね、浄土真宗でも、よく産物源がお勤めとしてね、なされます。まあ、次私も総合大学行ったらね、これが必ずね、全体の前で、お勤めされていました。でこれはどういう内容かと言いますと、産物芸もしくは単物芸とも言いますが、単物芸もしくは産物芸、ね、仏を称える、産はこれ称えるなんですね、褒め称える、単物も同じで仏を称える。ではこれ歌ということで、歌の形で、作られたもの、これ全部ですね四五八十句と言いまして、4つの漢字を80句としてね残されています。これがなぜお勤めとして読まれるかと言いますとね、皆さんこれが本当の意味で、ね、分かってね、分かったならばね、あなたの頃に信心が起きたことになると。菩提心という信心が起きた、親鸞聖人の体得された信心とはね、この三仏芸のね、これを聞いたことを親鸞聖人は聴聞とおっしゃったんです。浄土真宗はですね、聴聞に極まる教えなんですね。聞く一つで助かると言われます。じゃあ何をどのように聞けばいいのか、救われるにはどうすればいいのか、一番皆さんが聞きたいことに対して親鸞聖人は教行信証信観にですね、教行信証信観にこういう言い方でおっしゃってるんですね。聴聞の門というのは、まあ門語名語とあるんですけどね、お経に。聴聞の門、聞くとはどういう意味かといったらですね、衆生、我々が、衆生である私たちが、ね、仏願の正気本末を聞いて、疑いの心、疑心あることなし、疑心あることがなくなった。これを聴聞という。これを門というんだと親鸞聖人は明快に説かれたんです。じゃあ仏願の正気本末とは何かということが次に聞きたくなりますけどね、それが今日お話しする三仏芸のね内容なんです。仏願と言いますのは阿弥陀仏の本願ですけどね、阿弥陀仏が法蔵菩薩の時にですね、世自在王仏の説法を聞いてですね、大変感銘されたんです。そして菩提心を起こされた。この菩提心、親鸞聖人はこの信心、親鸞の中に起きた信心を菩提心と申しあってね、これこの心と皆さんも同じような心になれますよとおっしゃった。このね説法を聞いてね、同じような心になったならば、それは親鸞聖人と同じ信心であると、こういうふうに言えるんです。聴聞というのは、阿弥陀仏の本願、阿弥陀仏が本願を立てられたその正気本末、ね、生まれ起きた、なぜ阿弥陀仏は本願を立てられたのか、生まれ起こされた元から末にかけて聞いたならば、そしてそれを聞いて元から末まで聞いて、この三仏芸をですね元から末まで聞いて、疑心あることなしね、法蔵菩薩は、ね、この、ね、菩提心を起こして、そして、ね、全ての人を救おうというね、そういう本願を成就されるんですよね。まずこれがあって、この後にね、この実際乱れ48願が出てくるんですけどね、まずこの菩提心を皆さんも起こすことができたならば、皆さんも幸せになれるということで、これとても大事な実は内容なんです。正気、阿弥陀仏がどうして本願を生まれ起こされたのか、その元から末まで聞いて、疑いの心がですねあることなし、ね、これなしならばまた後で起きるかもしれませんけどね、あることなしだからもうね疑いの心が起きなくなった、これを門と言うんだと、こうですね親鸞聖人はおっしゃった。この信心とはね、菩提心とは
今から言うこの説法の内容でございます、ね、でこれは、もう少し砕いた言い方しますと死の仏を称える歌とこうも言えますね。この一応法土菩薩はですね、まあ、これはあの一つ の、 まああの神話的な表現ですけどね、これ大乗経典といったらですね、真実というものをですね、これ物語風にね語る話が結構あるんです。例え話とかね、皆さんに分かるような物語風なあの内容で真実をですね皆さんに分からせようとする、これもその一つなんですね。まあお芝居みたいなような感じもしますけどね。法蔵菩薩がですね世座妖仏の説法を聞いて非常に感銘を受けて、私もこのような仏になりたいとこう思われるんです。死の仏である、まあ、この場合であれば世座妖仏が法蔵菩薩の先生でございました。その先生である仏の徳、この徳が ものすごいんですね。全ての人を救おうとこういうね素晴らしいね願い仏はみんな持っておられます。それを法蔵菩薩も私も持ちたいと思われて世座妖仏を褒めたたえる歌、これが、三仏偈でございます。でこの法蔵菩薩はですね、なんか偉いあの菩薩様がおって私とは関係ないというふうに思うのがちょっとこれ問題なんです。この浄土真宗、浄土宗ではですね、この法蔵菩薩はねあなたの心に起きるんですよと、また起こしていくように導くのが仏法なんです。我は法蔵にあらずされど法蔵なりと、こういうふうに言うた方がありますけどね、これ浄土真宗の学者ですけどね、ね、この荒屋敷というのはね法蔵菩薩だというふうに言った人がいるんです。荒屋敷でクラブで言ってますからね、クラブ荒屋だからね、あなたの心に法蔵菩薩のね、心が生まれるんだと、これが信心欠乗と言われるものなんですけどね、これが親鸞書におっしゃった菩提心なんですね。救われるまではね法法蔵といってですね、法の働きがあなたにね降り注がれていく、これが救われるまでの言い方が法法蔵と言い方するんですけどね、それがあなたの頃にね生まれた時、信心があなたの頃に起きた時に忍法蔵といってね、人としてのね忍法蔵、人としてね一人の法蔵菩薩が誕生するということでね忍法蔵と言いますけど、ね、人として法蔵菩薩が誕生する、これが菩提心が起きた信心欠乗と言われるね体験なんですね。だこれもね、まあ、一応ね、これを目指すのが仏教、まあ、この心にだんだんなっていく形でもいいからね、少しでもこれを説法を聞いたら仏様って素晴らしいな、今の私はあまりにもねかけ離れてますけどね、素晴らしいなというね、信じ憧れるこの心を皆さんにね起こしてもらいたいんです。あの有識ではね、信仰といったらね信じ憧れるというふうに言うんですけどね、信じ憧れる、これ信じとは言葉変えたらね信仰なんです、意味同じ、信仰と言いますね、これはね信じ憧れる信じ敬うという意味なんですけどね、みたいな本願に死心信仰とあるんですけども、この心はね救われなくても実は起きるものなんです、起こしていくんですね。信仰という心、これが信心ですね、素晴らしい徳ね、素晴らしいこの仏徳に対して信じ、これ楽しむ、ね、憧れる敬う、これを起こしていくのが仏法、これが起きてくると煩悩からね離れていけるんです、執着も減っていくんです。一気にこれがボーンと起きたらいいですけどね、そういう人もあるでしょうけども、そうじゃなくて聴聞によってだんだんね今から言うこのね説法の内容、このね、三仏偈の内容を聞いてそうだなというふうにね思うことができたら、それは素晴らしいと思いますしね、またそういう話をね、これからもしていきたいと思いますね。まずこれを聞いてね、仏様ってすごいな、私もこのようになれたらいいなと思ってね聴聞していくんです。で法蔵菩薩は実際ねそういう思いでね本願を立てて、五行の周囲調査用語の修行といってね、まあ、そういうね実践をなされていく、私もこの方をお手本として、ね、進ませてもらう、これが大事だと思います。でこれちょっと簡単に
この歌を作る前にちょっと話が残ってますから簡単にちょっとそれ説明します。この三仏偈をですね、おっしゃる前の話がこういう内容なんです。まずこの政財王仏がおられたというところから始まってね、で時にね国王がいたと、一人の国王がいた、つまり宝蔵菩薩なんですけどね、時に国王がおられました。政財王仏の説法を聞いて非常に感銘したと。皆さんに諦めたらね、皆さんが、まあ、仮に皆国王だったとするとね、非常に国王だった人がですね、仏の説法を聞いてですね、心に悦を、喜びをですね抱いて、いやーいい話を聞いたとね。そしてこの仏様みたいに私もなりたいと思うんですね。無上昇進道といいまして、菩提心、この上ないね、ね、正しい真実の道の心を起こした、ね、全ての人を救いたいというのを仏教で菩提心と言います。正確には行具菩提下家至上といってね、菩提とはこれ知恵のこと、ね、自らは神は菩提を求め、まず自分が仏になりたいという心をね、行具菩提と言います、ね、自分は仏になりたい、その目的はね、自分だけの幸せじゃなくて全ての人を救うために私は知恵を身につけて仏になりたいというね、自利と利他が一緒になった心を菩提心と言います、ね、自分の幸せを自利と言いますね。ね、知恵を求める神上ね、この究極の目的は仏になることですから、神は菩提を求め、同時に師母は修行を消す、師母は、ね、導く人たち、たくさんの苦しみ悩んでいる方があります。修行と言いますこれね、修他の生死といって、多くの多くの生まれ死にを繰り返すのが我々、皆さんも私もね、過去世からずっと未来世にわたってね、生まれ変わり死に変わりをして苦しんできた我々でございます。そういう人をね、救ってあげたいという心を起こしたのを菩薩と言いますね。菩薩とはね、神は菩提を求め、師母は修行を消す。家はこれ導くという意味なんですね。化けるという字を書いて、これ化道という意味で教え導く、ね、自分がね、仏の悟りを目指すと同時に全ての人を救ってあげたいという心を起こす、自利と利他が一つになって、これを菩提心と言います。これを親鸞聖人は信心とおっしゃった。これが親鸞聖人の心に起きたんで、それはこの三仏偈の内容、これをね、この正気本末を聞いたからなんですよね。この説法を実はね、私たちも聞かせていただかねばならない。でまず宝蔵菩薩はね、国王の時に仏の説法を聞いて心に喜びを感じて、そして菩提心を起こして、そしてその後ね、国を捨てました、ね、王も捨てました。一人の人間行じて舎門となり、舎門というのは一修行者、ね、もう自分の飾りを一切捨てたんですね。国というね、今で言えば皆さん言えば財産見たもんですか ね、財産も土地もみんなね、執着を捨てて、で王という立場も捨ててね、一人の人間として勝負する、徳でね、行事で舎門となり、でその名前を宝蔵という、宝蔵はね、真実の蔵と書いて宝蔵という名前の方がおられた。でこの方はね、大変才能も抜群で、高才優徹といってね、才能も高く、ね、ね、勇敢で勇気あり、ね、哲学の哲で、高才優徹にして、世と超異せり。もう世を超えたね、すごい方なんです、この人は。世と超異せり。世と世を超えた、そういうね、素晴らしい方が宝蔵菩薩でありました。で、この方がね、政財王仏の身元でですね、ね、いらっしゃいまして、ね、もう出て仏の御足をね、ね、ひざまずいて、ね、最高の礼儀で、ね、慶主両手両足をね、ひざまずいて、今から教えを聞きとうございます、右に巡ることを三蔵して、長期合掌、長くひざまずいて棚心合掌してですね、この説法を聞いた後、こういうね、歌をね、宝蔵が述べられるんです。今から言うのは、これ宝蔵菩薩がですね、この説法を聞いた後とても感動して、ね、
自分の気持ちをですね、述べられるんですね。これがまたすごいんです。でそれを乾物下といって、これをね、四言八十句でずっと書かれて、そして、ここからがいよいよ本格的なね説法が始まるんですけどね、まあ、そこを今日はね、順番に一字一字ね、まあ、漢字の意味を捉えながらね、皆さんと共に、学ばせていただきたいと思うんですね。だってこれが分かったら皆さん幸せになれると、これが本当にね分かったら皆さんに菩提心が起きたらね、まあ、親鸞聖人と同じ信心だともういうふうに言えるんですけどね、まあ、そこまでいけなくてもね、これが本当に起きたらね幸せになりますね。そういう、ね、心を起こすための内容が三仏偈。仏の徳をね称えることによってね、仏教で随喜善と言いましてね、この徳がいただけるんです。人々の素晴らしいところを私たちで大体ね妬みでね、あんまり褒める人少ないんですけどね、いいところをね、だからみんな幸せになれないんです。いいところみんな妬むんです。でもね仏教たちが人のいいところはどんどん褒める、ね、随喜する、随喜言ったら喜ぶんですけどね、あなた素晴らしい男ありますね、随喜したらね、その徳はねあなたのものになるんです。そしてあなたもそれと同じような人間になれるんです。人のいいところを認めることによって、これが本当の念仏です。念仏ではですね、これ仏徳をね、仏の徳をね念ずることを念仏と本当は言うんです。だから本当の念仏はこういう仏徳を聞いたらね、素晴らしいなと念じていく。そうするとその苦毒がねあなたのものに、やがてすぐにはなりませんけどもね、やがてあなたにその徳が身について、あなたの人格がね凡夫からですね仏の、まずは菩薩の人格となって、やがて仏になっていくと。ここまで導くのが仏教なんですね。まさに人間を変えていくんです。まあすぐには変わりませんけどもね、こう聴聞によってね教えを学ぶことによって、ちょっとずつねあなたの心に仏性が多分ありますからね、仏種がございますから、だんだんねそのあなたの心を変えていく、その変えるための教えがこの第五領事経にありますので、それ今からね、お聞かせいただきます。まあこれ漢文でね難しいんですけどね、まず読んでいきますと、光源義義異人無国尿勢炎妙無用当社日月麻に修行炎尿海質音平有弱入目と、まあ何のことか最初はねわからないかもしれませんけどね、今から一時一時よく見ていきたいと思います。一応下にもちょっとね、分かりやすい日本語で書いたんですけどね、まず意味からいきますと、光源ギーギー光り輝く顔、これはね仏の顔はということで、仏の顔はね光り輝く顔なんです。それはねお徳があるから、仏になるためにね、ね清らかな素晴らしい心を起こして徳を身につけていく、この徳を身につけるからねお顔がね光り輝くんですね。まあ人間でもたまにそういう人いますけどね、めったにいないけどね、やっぱりこの体から顔からにじみ出る徳というものが現れる方がたまにありますけどね。仏様の顔は光り輝く顔はね、ギーギー、これはね擬態語なんですけどね、山が出てますよね、これはね輝く様を言います。ギーギーと言ったらね光り輝いているね様をギーギーというんですね、擬態語というかね、まあ広大な山のように光り輝くと、まさにこれ山が出てますから、この義で輝いているという意味なんですね。山のように輝いている、ね、仏様の徳といったらね高い山、広いね大きなね、広い高い大きな山のように光り輝く、そのありさまをね漢字でギーギーと二字重ねるんですね。仏様のお顔は光り輝いておられますと、それは仏になるまでですね、もう大変なやっぱりね仏道修行ね、こういうコツ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 仏教を求めね、説法したり、あるいは仏法を求めたりしてですね、この良い種まきを徳を身につけてきた、そういうね結果なんです。それをね感じ取って素晴らしいな、私もそういう種まきねどれだけ時間かかっても実践していこうと、
こう皆さんもなっていただければいいんですけどね。コツ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 一発逆転目指さない、もう宝くじ当ててね、あのそういうもう種まきせずにね儲けたいというのはこれやっぱり仏法に反するんですね。だから私なんか絶対、私友達言うんですけど、絶対宝くじ当たったことがないと、それの方がいいと、これ仏様のおぼし飯だと、下手に当たったらね種まきせずにね結果言おうという頃がね起きるかもしれませんね。仏様がわざと当たらないにしてくださってると、まあまあ皆無しませんけどね、私なんかもね。でもやっぱりね、種まきを任ずしては結果を得られないことをね、いろんなところで仏様が教えてくださっていると、こう味わうのが私はいいと思うんですけどね。もちろん勝ってもいいですよ、ね、たまたま当ててね、たら入ったらいいですけど、大体ね、あのいろいろ問題起こしてるんですわ。当たった人はね苦しんでいる人多いですよ。種をまかなくなるから、やっぱり種まきに応じた皆さんの運命ですからね。だから仏様はね、因果の道理を深く信じて種まきをコツコツされたその結果がこの、ね、光り輝くお顔なんです。仏の顔は、ね、広大な山のように輝いている。そして偉人無極、ね、これね威力の意ですよね、威徳の意、ね、この徳がねものすごいんです、ね、もう目に見えないにじみ出るお徳がね溢れてている。これ神はこれ神ですけどね、これはすごいという意味です、ね、神で言ったらまあすごい力を表すんですね。偉人でものすごいという意味でございます。威力の意に神で、この仏様のね、あの目には見えないけどもこの偉大なこの徳の素晴らしさはですね、極まりなし、ね、もうこれ以上の方は大宇宙にいないんですよ。仏様と言ったら最高の人格者ですからね、もう徳を身につけた最高の方ですから、極まりがない、極まりなき優れた力に満ちている、ね、偉人は極まりがない、もういわゆるもう絶賛ばかりですけどね。仏様でこういう遠い尊い徳が終わりなんですよと、これを説法を聞いて、世界王と説法を聞いて法道菩薩は感じ取った。またですね、その徳というものは尿税延妙無用当社、これはね、尿税とはこれは核のごとくということで、このようなね、要はこれごとし、核のごとし、このようなね、延妙、これ縁はね炎という感じ、妙はこれ明るいですけどね、これ後で出てくるんですけども、炎というのはですね仏教ではね煩悩を焼き尽くす力を表すんです。つまり知恵、結局煩悩はね知恵のね光、知恵の炎によってしかねなくせないんです。知恵といったらね、物事を客観視する、あるがままに物事を見る、心をね穏やかに心を静めて物事をねあるがままに見ることができたら煩悩はねなくなっていくんです。だから煩悩をなくすには知恵しかないんです。で知恵をね、でも目に見えませんから、例えがこの炎なんです。知恵というものをですね炎に例えるんですね。また知恵はね闇に対しては明るい、これ闇がまた煩悩なんです。私たち心が暗くてね、闇であるためにね物事が正しく見えない、それでいろいろ失敗をする。心が明るかったらね、目が開いたらね、物事が正しくね、闇が晴れたら物事が正しく見えますからね、過ちを犯すことが少なくなるんです。だから闇を破るのが仏教だから、闇を煩悩としたら妙はこれは知恵なんです。で炎というのはね、煩悩というね焚き木をね焼き尽くす、煩悩の焚き木を焼くという例えが仏教でありまして、ね、炎という知恵によって煩悩を焼くんだと。このように炎のような明るさ、ね、煩悩をね焼き払う、いわゆる煩悩をね、なくした方が仏様なんですね。後で出てきますけどね、貪欲とか真理がねもうないんです。そこを私たちも目指していくんですけどね、このような、ね、延妙、ね、炎の明るさで、この知恵の素晴らしさはですね、無用当社、同等な比べられるものはないと、ね、無はこれなしですよね、とはこれね与えるですけどね、これはねまあ、英語で言ったら and とかね、あるいは together with って言ってですね、一緒にね
共にね等しいものはない。仏様と一緒にね、仏様と共に ね等しいものはないんですね。もしあったらそれは仏様です。今私たちは凡夫ですからね、まあ、ちょっと格が桁が違いますけどね。でもここを私たちもね目指すこともできるし、法蔵菩薩はね皆さんを仏にさせてみせるという本願を立てられたんですね。みんな私のようになってもらいたいという、これが大乗仏教なんです。法蔵も最初そういう思いで仏を目指されたね。等しきものなし、共にねこの素晴らしい仏の徳とともに、こういう仏様のような人はね滅多にいませんからね。ね、等しい同等な比べられるものはない。この仏の徳、仏徳ですよね。同等、これが等しい同等なね比べられる、これ同等な比べられるものはねない、共にねないと。まあ同じものを何回も重ねてる感じがしますけど ね、それほど素晴らしいお徳を兼ね備えた方なんだとおっしゃる。次に日月間に修行遠尿、これ例えなんです、ね、私たちの世界ではね明るい太陽、明るい、まあ、今はあまり考えない、昔は夜だったらね電気ないからね月が結構明るいんです。昼は太陽、夜は月、ね、皆さんが実感する明るさは太陽や月が一番明るいもの、もしくは間に趣向と言いましてね、この間にはね、宝石なんです。宝石、間に宝という言葉がありましてね、あるいは間に宝珠ね、これ高価な宝石を言います。間に宝珠で高価な宝石、これ玉、ね、宝珠はこれ玉ですよね。その光もね、太陽や月の光や、太陽とか月の光や高価な宝石のようなね、炎の輝き、ね、炎の、これは尿、これ尿と思う、尿とか尿ですけどね、これはこの漢字と同じ意味なんですね。この木と同じ意味です。今これはあまり使いませんけどね、これはあの輝き、あの宝石でもね、あの高価な宝石はねやっぱりあの何カラとか言いますよね。ダイヤモンドでもね、この高いものはすごい輝きが大きいんですよね、強いんですよね。炎のような輝きが宝石にはありますけどもね、でも仏様の目に見えないねこの仏徳からあふれ出る輝きと比べたらね、もう全然違うんだとね。太陽や月の光や高価な宝石のような炎の輝きも仏の輝きの前では皆覆い隠れてしまい、まるで炭のように見えます。これが次なんですけどね、もう一気にいきましょう。みんなね、これら皆さんが思ってる光はみんなね仏様の光と比べたらことごとく、みんなことごとく、全部みんなことごとく隠蔽、今で言いますね、隠蔽、隠蔽とかね、隠蔽工作とか言いますよね。隠蔽とか隠蔽、隠はこれ隠す、隠れる、蔽はこれね覆うという感じです。隠れる、覆われる、隠され、覆われる、隠蔽、隠蔽されて、覆い隠れてしまって、例えて言うと、まだ例えね、なお、これは副詞ね、なお、これを言うでなおと読みますね。これ和歌よ、これね五と詞とも読むんですね。もしとか、あるいは五と詞と、まあいろんなこの略は実使うんですね、副詞みたいな感じで、ね、意味はこれね尿と同じ意味です。尿、五と詞、なお何々のごとし、ね、例えて言ったらね、この関係を言うならばね、なおね樹木のごとし、樹木、この木はこれ炭なんです。樹はこれね集まりという意味なんですね、集まり、だから炭の集まり、ね、このね太陽や月や宝石がねもう炭のように真っ黒になると、こんなこと考えられませんけどね。つまりもう桁が違うんです、仏様の徳といったらね。私たちは価値を置いてるのは宝石ですけどね、まあ
宝石は確かに価値があるかもしれませんけどね、今ならば金買っとったらね、なんか不況が来てもいいかもしれませんけど、仏教から言ったらね、たとえ金あなたが手に入れてもね、死んでいく時にはね、みんな置いていくんです。いくら目の前にダイヤモンドあってもね、金があってもね、これ掴んで持っていけないんです。死を目の前にしたらね、金もダイヤもね、宝石もね、あなたの心の明かりにはなりません。仏の徳はね、明かりになるんです。死んだとも持っていけるんです。これ仏徳というものは ね、その徳というものを身につけたらですね、もう幸せになれるんですよね。それをご覧になってね、もう全然桁が違うと。この仏徳、仏の徳というもの、ね、それは、ね、あなたが明かりとしている太陽や月や宝石と比べたらね、まるで何々ごとし、まるでね、炭のようなものなんですよと。なお樹木のごとし、皆全部質ことごとくね、隠れ覆われて、なお樹木のごとしと。ここまでのね、違いをね、感じたんです。実はこのね、三仏がね、私ちょっと興味持ったのはね、東條英機たちがね、説教でよくこれを聞いたそうなんです。原山新章というね、東京大学の教授、当時35歳ぐらいだったんですけどね、この方非常に聖徳太子の研究でもね、優れた業績を残して結構いろんな賞をもらってるんですけどね、日本でね、永久戦犯たちですね、もう全員をね、たった一人で導いたのがね、花山新章なんです。まあちょっと選ばれてね、ほとんどもう2年半ぐらいですね、もう毎日通ったらしいですけどね、学校の合間を縫ってですね、仕事しながら。で、この歌はね、浄土真宗本願寺屋なんで、結構ね、三仏偈、これ結構読むんですわ。あるいは短仏偈。ね。で、東條さんたちもね、みんな結構これ読んでね、お勤めしてたそうですわ。で、これもね、結構もう、ある人はやっぱ頭いいからね、もうね、士官学校もトップクラスですからね、やっぱりね、本も読む力もあったんですかね。まあ、それもよかったんですけどね、全く最初仏法はなかったのにね、でもね、仏法を聞いてからガラッとね、人格変わったそうですね。ね、こんな本があるんですけどね、永久戦犯者の遺言といってね、ちょっと最近出た本なんですけどね、ここに詳しくね、皆さんが知らないね、永久戦犯の裏側の話が出てるんですけどね、本当にね、仏法を聞いてみんな変わっていくんです。全部ね、もぎ取られてね、そして一人の人間として自分に帰って仏法を真面目にね、求めていくんです。で、その東條英機がね、歌った歌がね、これをベースにした歌が残ってるんですね。皆さん知ってると思いますけども、日も月も蛍の光さながらに、行く手に弥陀の光輝くと、こう歌ったんです ね。明るい太陽や月がね、まるで、まあここは過ぎですけどね、蛍の光にしか感じられないほど、今自分が死んだ行く先にはね、光明を輝くね、明るい世界が自分を待っていると、今自分はその世界に往生させてもらえるんだと、まあ、こういう思いをね、唱えてるんです。まあ、これは親鸞という人が正信偈を書いてね、阿弥陀仏をね、超日学校という言い方をされてるんですね。まあ、それが直接の言葉ですけどね、超日学校という言葉がね、あるんですけどね、これと同じなんですね。阿弥陀仏の名前がいくつもございまして、その一つがね、超日学校といいましてね、阿弥陀仏という方はたくさんお徳があってね、その一つが最後にね、超日学校といいますね。超日学校、意味は太陽や月の光をはるかに超えてると。太陽、月をね、超えた光、光ってこれ知恵ですよね、これが阿弥陀仏なんですね。で、東條さんは刑務所でね、もう誰よりもね、真剣に聞いたそうですね。若い証拠と同じ、もう入ったら関係ないんですわね、若い証拠もね、みんなもう勲章取られますから、普通と同じように扱われてね、でもちゃんとコメントね、清掃してね、一番前で、皆さんみたいにね、一番前でね、聴聞して真剣にね、もう汗水垂らしながらでもね、もう目を輝かせて、特に東條英機が一番真剣だったみたいですね。
次は土井原賢治かな、うん、まあ、7人も一応みんな救われたような歌作ってますけどね。特にこの花嫁心象は登場詩は特にね真剣に真面目に求めて大きく変わったというふうにね感じたそうですけどね。まずこれを体感したんでしょうね。月や火をつけ遥かに超えた光、ここですよね。もうこれもいつも読んでたんでね、その通りその通りというふうにね感じたんでしょうかね。で仏徳を感じてね、もう特にねこの方ね念仏の声も大きかったそうですね。最後亡くなった時もねひときわね、ね、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏とねひときわ声がね大きかったそうですけどね。で最後ね、亡くなる時なんかね、まあ、これが特にね言いたかった花山さんがねこれ本に書いてあるんですけどね、皆さんに言いたかったのは最後でこれなんです。死ぬ直前にねこの和田とアメリカはね背の高い菓子缶をね両脇につけるんです、ね、でっかい背のねチビですよね。160ぐらいしかありませんから。最後に上見上げてね、二人見上げてね、ね、ご苦労さん、ありがとう、ありがとうと最後行くんです。これを聞いた人たちがね、これ前にね、証拠が並んでるんですわ。連合国の人たちが最後ね、処刑をね、眺めてる場面でね、この東條の言葉、ね、知る時に、ありがとう、ご苦労さんってね、こういう言葉を聞いて感動したんです。で、みんなね、握手に来るんです、握手。ね、最後ね、握手して最後ね別れるんです。こういうことがあったと本人も書いてして新聞にもね載ってますけどね、こういうことがあったんだと。こんなこと普通ないんですよね。仏法聞いたらね敵味方なくなるんです。あとね価値観も証拠も関係ない、クリスチャン仏教も関係ないんです、ね、もうみんな平等の世界、それが仏法なんですよね。まさにそれをね体現したのが最後のね永久先輩たちのねご苦労さんありがとうと。普通ならばもう憎たらしくてね恨みいっぱいになってねこんな言葉出てこないけどもね、やっぱり仏法聞いたらやっぱ感謝の気持ちで最後亡くなっていけるんですね。ご苦労さんありがとうありがとうと言って、ね、最後は、ね、握手して、ね、最後はもう仲良くして最後は別れをつけたと。ほんでこの花山さんにはね最後ね握手した時にね今までお世話になりました、ありがとうございました、ね、どうか家族をよろしくお願いしますということでこの家族にもね仏教を伝えてもらいたいということでお願いされたそうです、ね、まあ、それをまたこの方も実行しましたけどね、まあ、こういうね、この三仏偈を読んでこれをね体験したのがこの歌の一つなんですね。そういう素晴らしい徳がこの大無量寿経にまた仏教そのものにねそういうね人の心を変えるね、死を乗り越えさせるようなそういう力のある教えが仏法にあるということもね、まあ、ちょっとここを通してもね、まあ、知ってもらえたらいいかなと思います。でこのあとねまだまだありますけども、ね、ちょっと休憩して、続けたいと思います。